カバンそこです。どうも皆さんこんにちは。紹介していただきました社民党参議院議員福島みずほです。こんにちは。頑張っていきましょう。諦めずに法案成立させていこうではありませんか。私もそれに参加をしています。ご存知、野党は LGBT 差別解消法案を出した。そして自民党の方は LGBT 理解増進法です。私たちは差別解消法はすごくいい法案を出したと思っているので、それを成立させたかったが、でも与野党合意の上で今国会成立させたいと合意のための交渉をそれぞれやってきました。100点満点ではないし、私たちが望んだ差別解消法とは違うけれども、でも今国会で法律を成立させたい。そのために議員連盟すべての党で力を合わせるべく頑張っているところです。どうか皆さん、法律今国会で成立させて一歩前進させていこうではありませんか。この日本の社会で政治が全くアップデートされていない、自民党が全くアップデートされていない、そのことに本当に残念だし怒りを感じています。オリンピック私は中止すべきだと思いますが、今回の東京オリパラテーマはダイバーシティじゃないですか。多様性ですよ。多様性と言っていて、 LGBT に対する差別発言を公然と行うなど許せないと思いますが、どうでしょうか。そんな社会を変えたい、そんな政治を変えたい、だから法律が必要です。ブラック差別についてはブラック差別をしてはならない、そんな法律があります。アイヌについてもアイヌ差別をしてはならない、そんな法律があります。障害者については障害者差別解消法があるじゃないですか。女性差別について言えば女性差別撤廃条約批准してるじゃないですか。 LGBT に対する差別はあってはならないんです。LGBT に対する差別を許さない、それ当たり前のことじゃないですか。そんな政治を、そんな社会を作るために今国会法律成立、まず第一歩、みんなの力で勝ち取って作っていこうではありませんか。市民の声が政治を変えます。市民の声が政治を変えます。みんなの声で入管法改悪法案廃案になりました。だから思います、みんなの力で、みんなの声で LGBT に関する法律今国会で成立させていきましょう。そのために超党派でみんなで、たくさんの国会議員で、たくさんの市民の皆さんと共に、市民社会と共に法律を成立させるべく頑張っていきます。頑張りましょう。ありがとうございます。